のんびりと夜空を見上げたのはいつだろう。季節ごとに移り変わる夜空の星、いつの時も私たちを楽しませてくれます。5000年以上も昔から人は星と星を結び、身近なものや動物、神々の姿を描いてきました。いつしかそれはギリシャ神話に例えられ、星座として崇められるようになります。この番組は冬の夜空に輝く星や星座をご紹介します。冬は明るい星が一年で最も多く輝く季節。夜空を舞台に描かれた豪華絢爛なギリシャ神話の世界が広がります。ほんのひととき、日常を離れ、星や星座のお話に耳を傾けてみましょう。プラネタリウム番組、星座物語、どうぞご覧ください。